はい、今回はですね、まあ、マッスルガールズフェスティバルかな。まあ、これがだから夏を締めくくるって言ってるように、夏のサマー関連のガチャの最後になってくるかなってことで、まあ、フィオナが出てきたってことですね。結局、アリサさん出なかったね。まあ、早速ね、ちょっとやってこうかなとは思うんですけど、ガールズ関連は正直に相性良くないかな。ただまあ、フィオナがね、弾ければいいかなって感じ。ただ、うん、そうだ、これね、ネプチューマンの適性だったかな。現時点ではね。まあ、いいでしょう。行きましょうか。フィオナはまあ、あればすごい、便利だなっていう感じはありますね。うん。まあ、相性は良くないですね。はい。金確定じゃないんだよな、今回は。はい、爆死ですね。はい、行きましょう。そう、こんな感じなんですよ。正直、10連目でフィオナ出たら引き上げてもいいくらいだったんだけどね。まあでも、マリさんも出るかな。うん。っていう感じですよね。なんかあれを彷彿させるな。七夕の時のね、織姫のマリさんの時を彷彿させる感じになってますけど。こんなに当たらないもんかね。よいしょ。持ってるな。かぶってるかぶってる。まあビビンバも一応持ってますね、一体。ってことで、まあ最後サービスいきましょうかね。はい、じゃあまあちょっとね、やってきましょうかね。相変わらずだからね、まあ正直ね、このラインナップを見てね、引こうか迷った感じですからね。ジャックリン一体確保できてるんでね、無理する必要はなかったんですけど、まあただ金が来た時点で誰か来るって感じなんですよね、これ確か。まあこれも持ってますね、はい。あー、マリさん、やっと来てくれたかなって感じですね。はい、ということでね。まあ、しばらくちょっとお休みっていう感じになりますけどね、ガチャの方は。その間またね、だいぶ戦力もね、整ってきたんで、まあちょっとヒューナとか当たらなかったんですけど、まあしばらくちょっと充電して、また本格的に、本格的って言っても本当に、すごい課金するのは1月ですけどね。この8月と1月だけだと思うんですけど。まあ、少し力入れとすれば、ハロウィンと、まあ、ハロウィンも結構きついガチャなんだけど。まあ、クリスマスかな。前回もなんか地味ながらいいキャラが出てたと思うんで。ということでね、またちょっとね、頑張っていきたいと思います。では。